こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。護衛艦伊豆、物回収工事が進む中、F-35B 戦闘機を日本も装備予定です。米海兵隊強襲揚陸艦に F-35B 戦闘機を艦載して運用している。これを日本も F-35B ステルス戦闘機の登場で護衛艦いずもに艦載可能と判断。垂直着陸時の高温に対応できる甲板や戦闘機を運用できる改修工事が進んでいる。そんな中 F-35B 戦闘機が米国で接触事故を起こしたとの報道、今回は詳しく見ていきますね。完璧に訓練できればそれが一番でしょうが、2020年9月22日の16時頃、カリフォルニア州でアメリカ海兵隊所属の F-35B ライトニング2戦闘機が同機と空中給油の訓練中だった KC-130J と接触する事故が発生したことが報じられた。この事故により F-35B ライトニング2戦闘機は搭乗者は無事脱出に成功したものの墜落し、一方の KC-130J は、なんとか着陸に成功。搭乗員にも、怪我などはなかったとされている。詳細な事故原因については、今後の究明が待たれることとなるが、最新鋭の、第5世代戦闘機であり、日本の岩国基地にも配備されるほか、護衛艦、出雲、加賀、への艦載帰化も控えているだけに注目される。なお、F-35B ライトニング2戦闘機の墜落事故としては2例目であり、1回目は2018年9月にサウスカロライナ州で発生。この時搭乗者は無事だったが、一時すべての同機の飛行が停止され、原因究明がなされた。この時には、機関部へ燃料を供給する間に問題が生じた可能性があることが分かり、全世界の F-35B ライトニング2戦闘機を対象に対策を施すための検査が行われた。なお、通常滑走路仕様の F-35A ライトニング2戦闘機もこれまでに2回の墜落事故が発生しており、1回目の2019年4月は青森県沖の太平洋に航空自衛隊の同機が墜落。操縦者も不幸にして亡くなった事故となった。続く2020年5月にアメリカ空軍の機体がフロリダ州で夜間の訓練飛行中に墜落し、こちらは、搭乗者は脱出に成功し、幸いにも、死亡事故には至らずに済んでいる。今現在、F-35A ライトニング2戦闘機で、日本とアメリカとが各1回、F-35A ライトニング2戦闘機で、アメリカの2回と合計4度の墜落事故が、発生したこととなるが、犠牲者を出したのが日本であることは痛ましい。ただし、航空自衛隊でのこの事故は、搭乗者による空間識失調がもたらした可能性が高いとされ、F-35A ライトニング2戦闘機の機体そのものの不具合ではなかったと推察され現在に至っている。空間識失調とは、主として、航空機の操縦者などが、事故の、平衡感覚を飛行中に喪失してしまう状態のことを言い、
視覚による。状況把握が難しい悪天候時や夜間に陥りやすいと考えられている。こうした軍用機の事故が発生すると、その原因が検証される以前に、極めて政治的な意図、悪意を持ってなされているような欠陥機、または、軍そのものの在り方を問う主張を目にすることがある。近年の顕著な事例としては、2017年頃の V-22 オスプレイの墜落事故をめぐる報道などが最たるものだといえ、在日米軍にも配備されていることから、かなり偏った見方で報じられるなど社会問題化した。モトロン事故原因の究明と防止策が検討されねばならないことは、確かであるが、さも V-22 オスプレイが欠陥機であるかのようにかきたてる。戦場的な意見や記事が日本においては多かったように感じる。これらはあらかじめ在日米軍やその存在を貶めたいという結論ありきの主張としか思えず、アメリカ軍がその危険性を知りながら隠蔽しているかのようなエスカレートぶりだった。沖縄などでの在日米軍の兵士による凶悪犯罪は、糾弾されてしかるべきだが、アメリカ軍が欠陥機であることを認識しながらそれを隠して、運用を強行しているような論調はことを正確に把握する妨げになるだけだろう。そもそもアメリカ軍自体が欠陥機であることを隠蔽して使用することなど、軍の効率的な運用にマイナスにしかならず、それを強行することに何のメリットもない単なる陰謀論としか言いようがない。この手の主張は、主として、左側サイドの人物、団体が多いとめされるが、F-35 ライトニング2戦闘機についても、アメリカの言いなりに、法外な価格で、大量購入させられたと言い募る意見を目にすることがある。こうした意見は、F-35 ライトニング2戦闘機がアメリカや日本以外にも、イギリス、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、韓国、ノルウェーなど多数の国で採用されている事実をいかに説明するのだろうか。確かに、もっと安価で同様な性能の戦闘機が現実問題として、調達できるのであれば、そうした意見も成立するかもしれないが、現状日本が調達可能な第5世代戦闘機は存在していない。ただでさえ、すでに数の上では中国の航空戦力に押されている状態の日本が、この上、質の面でも中国に遅れを取ることになるのだけは、断じて回避しなければならない、由々しき事態だろう。くしくも、今年2020年7月には、陸上自衛隊が調達した V-22 オスプレイが、日本に到着しているが、かつての欠陥機騒動のような報道は、少なかったことは幸いだと感じられた。F-35B ライトニング2戦闘機の導入も、今回のアメリカでの事故も踏まえて、さらに安全な運用となり、護衛艦、出雲、加賀、の、艦載機となるように願わずにはいられない。